S ブラスト弱い。満を持して追加された S ブラスト、近遠距離対応、爆風ノバよりでかい、弾速速い、空中ブレナスト、カタログスペックは最強ながら実に残念な性能だったので解説していきます。一つ目、近距離がノバの劣化。ピューカーノバに勝てる要素が爆風の大きさしかありません。ジャンプ打ち限定なのでそもそもブレがすごい。しかも射撃間隔は60フレーム。射程はブレがなかった場合 2.4 ラインで、この射程帯はキルスクの速い短射程の特段上、なおかつ中距離シューターには絶対届かない。ノバのように連射速度が速いならまだなんとかなるが、とてもじゃないけど無理。2つ目、遠距離がロングの劣化。直撃射程がロングより長いが、爆風込みだと普通に射程負け。そもそも爆風がトーピード3台1つより小さい。また ZR をジャンプ直前に押すことで空中でもブレなしで撃てるが、これにはブラスター特有の前慣性で射程が伸びる特性はつかない。結果直撃射程すらロングに負ける。無論弾速が速いことも含めて理論値は全ブラスター中トップ。そのうち開拓が進んでやっぱり強いって僕が手のひらドリルする可能性もありますが、例えばシャプマより H3 の方が強いっていう人いる？そういう世界線なら強いかもね。